ます。今日って何ですか？今日は古舘伊知郎さんとあのトークショーするっていうイベントなんですけど、それ以外は逆に何も聞いていない。あ、そうなんですか？そう。通用しておりません。中身冷静に見ていく。人間の案からどうする。センターオーバー。これまた深い当たり。さよなら。さよならだ。日本勝った。古舘さんにからオファーがあって、うん。まあそうですね。古舘さんはなんていうか形容しづらいぐらいの大先輩じゃないですか。ホーステとかもやってたし。まあだから喋るっていう仕事を、まあ、俺もホストとしてやってるんで、はい、喋り負けたくはねえなっていうのはありますけど、はい、あれ会ったことあるんですか？いや、お会いしたことないですよ。本当の初対面。本当の初対面で台本なし、ぶっつけ本番。これパッと目開けた瞬間に全員がローランドのファンだったらどうしようと思ったの。でもそうでもなさそうな感じするから。七夕に古舘さんに会えるっていうのは、そうですね、なんか記念すべき七夕ですね。彦星と織姫が会うよりも確率的に言うと交わらない僕らですから、はい、何年も何年も曇り空とかでこうなんていうんですかね、じらされてるじゃないですか、彦星。でも多分本当に天文学的な確率だと思うんですよ、僕らがこうコラボレーションするっていうのは。乗り込んだ瞬間に、すいません、北新地の加賀満っていう料理屋さん、分かったら行っていただけますかなって調子いいこと言った。行っていただきましたって瞬間に1、2秒ぐらい開けて、いらっしゃい、いらっしゃい。いや、すいませんって言うことないですよ、別に。いろんな事情があって、人生いろいろ抱えてんだから、来てくれてありがとう。そこの空席気になってたから払う。何調子に乗って喋ってんの。今日さっき言われて、はい、なんて言うの。いや、だからスタッフの方に、いや、古舘は水を一切飲まないんですけど、ローラの君はどうかなって。何その縛り。じゃあ俺もそのやり方でちょっと戦ってみたいです。大体僕トークショー、まあ、水何の気なしに、まあ、置いてたんで常識だと思ってたんで、はい、そんな飲んでたか飲んでないかは正直記憶ないですけど、ガブ飲みしてる、いつもガブ飲みしてる。いつもなんかあのめっちゃ飲んでるな。確かにゴーナさん多分普通の芸能人より水飲んでる。水飲む。俺だってこんなに感情のね、マニマニ生きてるのに、今自分が気分がいいからってね、なんだ、いらっしゃい。仕事で遅くなるって意外に早かったですね。完全に2人はできてますよね。さあ、こんなことしてる場合じゃありません。もう呼ばない。さっきね、咳払いが聞こえたら多分ゲストだと思うんですよ。早く呼べば、帰ろうとしてると思う。俺初めてなんですよ、この人。全く話したことないんで、どういう感じになるかどうかもちょっとわからない。すごい人ですよね。しのごの言わないでご紹介いたしましょう。今日のゲストはローランドさんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。どうも、よろしくお願いします。お願いします。どうですか皆さん。あの、止まってたら、固定してたら完全マネキンですよ。はい、あ、本当ですか。まあ、たまにね、あの、言われることもあるんですけども。俺ね、黒になってんのかなと。やっぱり金髪、一時黒にしてませんでした。あ、そうなんです。ホストクラブを、まあ、休業していたんですね。はいはい、あの、コロナ禍の間。それを、あの、まあ、再開するにあたって、はい、やはりこう、金髪に戻そうかなと。アイコニックなものなんで。アイコニックなもの。はい。あ、そうですか。ありがとうございます。本当、どうぞお座りください。あのね、失礼します。どうぞ。はい。いや、やっぱり帝京高校サッカー部出身だけあって、しっかり失礼しますとか言ってくれるだけでありがたいんだけども、はい、そもそも俺初めてじゃないですか。そうですね、初めましてですね。ね、でなんでね、ローラ、はい、こんな引く手あまたで売れっ子で、いやいやいや、もう仕事も忙しい、時間もないだろうに、なんでこういうこじんまりとした俺のこういう対談みたいなイベントに出てくれたんですか。なん新宿で歌舞伎町にほど近いっていうことで、まあ立地面
だけじゃなく、まあ、リッチーはもちろんあのゼロではないんですが、あのもちろんあの存じ上げてはいましたし、まあ、その僕も言葉をこう生業にしてこう生きてきた側として、やはりそのなんていうんですかね、物事をこう形容する比喩表現の多さだったりとかで、まあ、あの漠然としたリスペクトもありましたし、あのそれ漠然としてたらリスペクトじゃないんだよね。なんていうんですかね、まあ、そのぼんやりとっていうか、ぼんやりとあのパーソナリティを、はい、あのまあ0から100まで知っていたかというと、それは嘘になってしまいますけども、はい、あのまあ、表現者として素晴らしいなというイメージがあったのと、古舘さんが僕のことを知っているっていうのがちょっとびっくりで、っていうのもカテゴライズすると、僕ってそのなんていうんですか、 Z 世代ちょっと上ぐらいのゆとり世代なんですよ、うん、でなるとそんなに交わり合いがない、全くないでしょ、ないですよね、はい、別のカテゴリーのこのトップオブトップの人がオファーいただけたっていうのは本当嘘偽りなく、本当ですか、嬉しかったっ。僕はね、断られるだろうと思ってました、はい、あ本当ですか、知らないから、いやなんでってなると思ったんですよ、はい、でもなんでオファーしたいなと思ったかって正直言うと、はい、正直言うと、はい、もう年齢じゃない人って好きなんですよ、ほう、年格好とか、はい、実際の実年齢がこのくらいでこういう感じでこういう地位に上り詰めてこういう立場にいてっていう風にステレオタイプにね、うんうんうん、きっちりと分かる人にあんまり興味がないんですよ。なるほど。だから全く実年齢も分からん、はい、どういうプロフィールかも分からないから見てますから、はい、であと決め手はね、はいはい、ね、女優さんと一緒に自分の住処、はい、自分の部屋に入ってって、はい、コーヒー飲む、紅茶飲むっていうくだりの YouTube 見たことがあったよ、はいはい、その時の部屋、はいはい、吹き抜けで、うん、生活感が全くなくて、はい、モノトーンで、はい、なんかあのジェット機の格納庫みたいなとこ住んでました。そうなんですよ、よくご存知で。そうですね、結構シンプル好きで、もしかしたらこのね、あの観客の中にも見ていただいた方いるかもしれないですけど、うん、僕結構殺風景なところに実は住んでまして、まあ、自分基準でいくと、まあ、あれが普通に通常で日常なんで、そんなにこう違和感はないんですが、いやだもうね、くまなくこの実況アナとしてね、描写してで、くまなくこのモノトーンぶり、格納庫ぶりを言いながらも、はい、どっかに生活感があってほしいよ、はいはい、ちょっとチリアクタが落ちてるとか、はいはい、ちょっと見切れてスポニチの一面が見えるとか、なるほどね、なんかあればあっこに暮らしてると思うけど、セットじゃないかと思ったぐらいだ。あ、ほんと、じゃあ一個もなかったんですか。一個もない。綺麗に全てのものが、だいたいあれでしょ、はい、物はそうは持たないんでしょ。そうですね、あんまり物欲がないんで、まあキッチンの左側の上の棚に1個だけあのカップラーメンが置いてあるっていうあの生活感若干あったり。そこだけ、そこだけなんですよ。なんか初めて会って、はい、俺なんかこう質問とかないですか。俺は質問攻めにしたい方だから、はい、漠然とこうスポーツ選手のこう、あのなんていうんですかね、実況されている中で、うん、なんかこうなんですか、その突発的なこうアドリブ要素もあるわけじゃないですか、うん、あの辺って僕は正直、僕もサッカーをこう実はやってまして、実況とかをやらせていただくことがあるんですよ。その時は例えば難しいプレーした時にとっさに出したかのように、あの今のプレーは分かりやすく例えると、うん、まあ女子高生が全力で走りながら自撮りをブレずに撮れるぐらい難しいプレーですよっていうのをあたかもアドリブかのように言うんですけど、実は前日までめちゃくちゃ用意して挑むんですね、はい、古舘さんってそういうなんかパッと出てくるあのアイコニックのワードってどういう風にこう、やっぱりね、俺本当の意味の 100% アドリブっていうのはないと思ってる。ほう。 100% アドリブってなくて、はい、発してる言葉が宇宙語じゃなくて、うん、普通の日本語を使って組み合わせてる以上、うんうん、なんかで使ったりなんかで喋ったりいろいろやったものが、うんうん、蓄積されてるものが出会い頭でこのワードとこのワードが合体してアドリブで出てくるってイメージを持ってるから、うんうん、本当の意味のアドリブじゃないって安心感があって、はい、アドリブやんなきゃっていうと無から有を生まなきゃいけないから、そうですよね、そうじゃないっていうのも一つあるし、はい、であとはあの本当に今正直にこういうところはすごいと思う。やっぱ正直だっていうことがね、6000万売り上げたんですよかつて新宿歌舞伎町の生き馬の目を抜くホスト業界にあって、はい、で正直だっていうのはすごいノウハウの一つだと思う。やっぱり今私はね、用意してるのばっかりですよって気取んないじゃないですか、はい、それを聞くから僕の気持ちがほぐれて言えるんです、はい、僕もかなり綿密に F1 の実況でもプレイする時も用意してました。ああそうなんですね。で用意してたものを保険として持ちながら、はいはいはい、目の前で起きてる事象を追わなきゃいけないので、はい、こっから目を離すっていうあたりがヒヤヒヤで面白かった。ああ、なるほどね。そこのスリルと絶対的な担保を
2つ持ち合わせて、であとはもうアドリブの要素を増やせば、はい、人は全部アドリブかなっていうふうに勘違いしてくれるんで、そうですよね。例えば今日描写しろったら黒だと思っていたらやはり金髪に戻っていたんでありましょうか、はい、地毛のあたり毛根のあたりに黒が見えて、そして金髪ブロンドヘアが見えているという、まさに和洋折衷の極み、美学がここに展開されているんでありましょうか和洋折衷の極み、薄いサングラスのその向こう側、奥の方の奥底の泉のような瞳、これをじっくりと見てみたいというふうに斜めから見ている私はいやらしいんでありましょうか。おっと大胸筋どうした、両サイドの大胸筋がハイブリッド状態でこんなにも隆起しています。まさにこのタクラマカン砂漠の上にあるヒマラヤ山脈を思わせるものがあるわけでありますが、この肩口の三角筋がどうしたことでありましょうか。かなり隆起しております。アミノ酸なのか、あるいはまたプロテイン、多分両方を展開していることでありましょう。二頭筋から三頭筋ぐーっと下がりまして、このウィングチップの上に裸足状態というところがなんとも素晴らしいものがあります。そしてセットアップスーツかと思いきやそうではなくて、ジャケットとパンツが違っていて、色目だけがサックスブルー系でまとめておいて、そして自分の肉質といいますか肌のピンク色を見せながら、茶色い靴とブルーをうまく合わせながら、最後はいろんなことを喋りながらも最終的にはきちっと真面目にまとめるぞというあたり、ぐっとこの辺がそうなっているところに緊張と緩和が生まれておりますとか、いくらでも喋れるんですよ私。いやー素晴らしいですね。これはだから準備の果てにできるようになったね。なるほど ね、これが僕の天才的実力です。いや、素晴らしいと思います。これはだから、はい、なかなか人に真似できない。真似できないです、ね、この頃は受けない。これがあ、そうなんですか。こういう変わり者の人たちの前では嬉しいこの頃はやっぱりテレビサイズってわかるでしょ。あ、ちょっと、まあ、どんどん短くなってますもんね、うん、コマーシャル時間は長くなり、はいはいはい、どんどん短くなり、うんうん、一発面白いことお笑い芸人さんが言ってパンとコマーシャルタイム、うんうんうん、だから編集も昔みたいに徹夜で編集する、バラエティ番組収録して3時間回して45分番組にするなんてことはありえなくて、はい、すぐパパッと編集してパッと出せる、コスパタイパ取れなきゃいけないんで、はい、俺みたいに長尺喋るやつは嫌われるね。あ、いきなだから視聴者さんが減ってるのかもしれないですね。僕はその強のある表現だったりが好きなんですけど、うん、え、若いのにね、うん、嬉しい嬉しい。本当ですか。まあ年齢は本当に僕、あの、どれだけ生きたか教えてくれても、どう生きたか教えてくれないっていうのは結構持論で、かっこいいかっこいいあ、それ名語録にあるよね。はい、うん、僕すごい大事にしてる言葉で、うん、どう生きたかが大事。そうですね、たまにこうスタッフとかでも、うん、あの、いや僕まだ若いんでできなくてしょうがないですよみたいな空気感出してきたりとか、まあはたまたこう年齢がいってる、まあ、あの、このね、中にもいらっしゃるかもしれない、もう年なんでとかって言ってくる人がもし僕の周りにいたとしたら、いや、あの、年齢はどれだけ生きたか教えてくれるかもしれないけど、どう生きたかって教えてくれないだろうっていうような話をするんで、なので、もう若いからどうこうっていう年齢主語にして喋るわけじゃないですけど、多分同年代よりは割と言葉遊び好きな方だとは思いますね。やっぱりそこは分かる。それは名語録俺も見たの、改めて。ありがとうございます。ずっと考えてるんですよ、そういう言葉を。なんか言ってた、うん、いかにもアドリブかのようにちょっと溜めて言うのが僕めちゃくちゃうまいだけで、うん、めちゃくちゃうまいだけど相当自慢してますね、はい、よくテレビでもね、はい、頭の回転早いよねって言われるんですけど、はい、頭の回転は正直言うと多分人並みなんですけど、はい、パッと出てきたかのように言う、その演技力が長けているっていうところで、はい、めちゃくちゃね、言葉のストックとか、あの、ネタ帳みたいのは実はあるんですよねいや、でもまたそうやって正直に言う風にネタを解消するっていうところに素晴らしさがあるんだけど、俺もう一つ、まあいくつもあったけどいいなと思ったのは、はい、月がこんなにも美しいのは誰のものでもないからだってなりましたね。あ、フライデーに直撃された時ですねフライデーにこうパッと来られて、あ、そ、うん、まあ、僕その、なんていうんですか、初めてだったんですよ、うん、週刊誌にいきなりこう撮られるの、うん、で、結構びっくりなのが、あれって車降りるじゃないですか、いきなり来るわけですよ、あの、2人ぐらいの記者さんが。で、いきなりフラッシュで写真こう撮られて、で、初めてだと結構ね、動揺してしまうんですね。で、僕も、あ、やべ、ついに来たなって。その時のネタが、まあ、僕、お客様とディズニーランドにこう行ったんですね。で、その時の、多分女の子がちょっと夢になりたかったのかな、ちょっと売ったんだと思うんですよね、僕の中で。で、あの記者さんが、この方誰ですか、とお付き合いしてるんですかって言われた時に、いや、これやばいなと思ったんですけども、まず余裕を見せなくてはと思ったので、まず右側から写真撮られたんで、すいません、僕左からの方がかっこいいんで左側から撮ってくださいとそこで、まあ、移動してる間にちょっと心を整えるわけですよ、はい、どうしようと。やっぱり自分をコントロール、自分を騙すっていうのは長けてますね。そうですね、一呼吸二呼吸を置く、はい、うん、そしてその瞬間に考えるわけですよ。顧客なので、うん、顧客情報は墓場まで持っていくっていうのは自分のポリシーだと。だからこの方はお客様ですと言った時点で、僕はもうホストとして粋じゃないなと思ったんですよね、うんうん、でも否定しなければ、まあ、そのたくさんの女性ファンを失うかもしれないと思うわけですよ。
そこの妥協案を取った時にたまたま空見上げたら、まあ、満月が綺麗だったんですよね。で、あのこの方は誰ですかと聞かれた時に、あのちょっと話変わりますけど、月を見てくださいと、めちゃくちゃ今日綺麗ですねと、なんであんな綺麗だか分かりますかと、まあそしたらまあ記者も何の話だとなるじゃないですか。そういう風になってる時に、あの月が綺麗なのは僕が教えてあげますよ、誰のものでもないからですよと、僕はそれと同じで誰のものでもありませんっていう話をして、かっこいいわ。それがそのままあのフライデーの記事に載ってましたけど、でもそれはあの煙幕だけじゃなくてフライデー側も、はい、とっても面白いと思ったはずなんだよ。そうなんですよ、ね、だからそのまま乗るんだよ。あんま悪意のある考え方がなんかしなくて、うん、でそれを自分のアドリブだと言わないとこが偉いよ。自分の蓄積から切り出してきたもんだ、はい、引き出したんですよね、その右から左に移動するこの3秒間で、はい、だから引き出し上げて、はい、まさぐってキュッて出す、はい、引き付け力がすごいよね。そうですね、うん、まあ、運も込みですけど、その時はもう我ながらめちゃくちゃ決まったなって思いました、ね、そうでしょ、はい、いやだから話ポンって変わるんだけど、はい、何年も前だけど、はい、まあ、今はもうどっちかというと経営者側になってるところもあると思うけど、うんうん、その現役バリバリホストの時に6000万売り上げるっていうのは、はい、これは言葉で言っちゃえば一言だけど、はい、すごいことじゃない、うん、相当ガンガンなりふり構わないで6000万、6000万売った時は正直これは交渉の仕方が良かったなと思っていて、普通の冴えないホストとかはボトル入れてくださいよとか、頼むぜナンバーなりたいぜとかっていう、まあそういうプレゼンをするわけですよ。でも僕も6000万なんて額はそんなちんけなプレゼンじゃもう響かねえなと思った。相手に分かられちゃうでしょ、はい、うん、そこはやっぱ人間のモラルとして、うん、あの踏み越えちゃいけないギリギリの、まあ、結構ギリギリのライン戦ってたんですけどね。オフサイドはやらない。オフサイドはしないですね、うんうん、オフサイドにならないギリギリの範囲 でライン上で攻防して、うんうん、そこで、まあ、彼女に言ったのが、まあ、これは別にただのボトル入れてほしいとかナンバー争いしてほしいとかのお願いじゃねえんだと、ただこれあの僕が言ってるのはこう歴史を一緒に作ろうぜと例えばあの何か長い、まあ、人の、ね、人生80年とか、まあ、100年とか言われてて、まあ、それは分からねえけど、何か一個の業界の歴史の教師になれるような出来事を一緒に共有できる機会って多分ないと思うんですねと、うん、そして君がこのボトルを入れてくれたらきっと何年あるか分からねえこのホストの歴史、うん、これからもこの先もずっと俺たちは表紙に乗れて、その表紙に俺だけじゃなくて君も乗ることができるんだぜ、それってめちゃくちゃワクワクしないかいっていう話をしたんですよ、うん、だからそこはもう色恋とか結婚してほしいとかそういうナンバーワンになりたいとかチンケなものじゃなくて、もっと壮大なプレゼンをして、うん、そこで女の子も心が動いて歴史を動かすってとっても魅力的だと、それすごく興味あるわと。すごいよ、だって織田信長みたいなこと言ってるわけですよ言ってみれば、はい、ね、そうですね、でもその相手を寝踏み背踏みするときって、はい、やっぱり金持ってる子じゃないと、いくら借金する方が何だろうが、お金を調達して持ってこない人にどんなに壮大なプレゼンやったって結果的に内緒では触れないわけでしょ、はい、うん、どういうところにシャカッシャカッシャカッてシューッとこう照準絞っていけるの。まあコンスタントに通っていただいていて、なんとなくその経済状況は知っていたんですけど、まあその中で、まあ、その心を動かす一言がないと無理やりは無理ですから、うん、やっぱり何か動かしたいなと思った時に、まあ、そこでちょっと、拝借したのが、スティーブ・ジョブズが、うん、コカ・コーラの社長を引き抜く時に、うん、お前は一生砂糖水を売るか俺らと一緒に世界を変えるかどっちだっていう話をして引き抜いたっていう逸話があって、うん、ちょっとパクっちゃいましたけどねそういうところからよくそれをスティーブ・ジョブズのその言葉をよく引用してくるよね、うん、結果言葉言い回しは変えてるわけだから。そうですね、そこはオリジナルですね。すごい言葉のシャンパンタワーという。言葉のシャンパンタワー。本当に嬉しい、なんか本当すごい。これにこれずにもしよかったら。あ、もうぜひぜひお話を聞かせてください。はい、ありがとうございます。今日は本当初めて会ってね。はい。本当よく来てくださいました。いやいや、またぜひ来させてください。はい、ありがとうございます。はい、皆様ね。はい、ありがとうございました。ドラさんでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。長時間。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう初めてなのに大サービスしていただいて、いやいや、本当にありがたいです。ありがとうございました。楽しかったですね。ローランさんにまた今後会った時にぜひね、はい、相談したいんですけど、はい、事務所を通じて連絡させていただきますけど、はい、こと異性との楽しい交際とか、はい、そういう流れで言うと、はい、臨機応変な準備とか、はい、アドリブとかできないんですよ。なんでそれがこっちにフィードバックしないのか。やっぱ男はいい女を前にするとバカになるんじゃないですか。あそこ、いや、もう完全に目から鱗です特にまあ僕らって、まあ、メディア出る側でファンも抱えてる側で追われる側じゃないですか。そんな自分が
もう好きな推しに会ってバカになってる、なんかこれはこれでなんかもう非日常だと楽しめるんですよね。ああ、だから心のテーマパークだ、そういう時は。そうですね、ファンタジー非日常なんですよ。いや嬉しい、もう何から何までもう兄貴にお世話になっちゃう。いやいやいや、そんな、いやいや本当ありがたい、はい、もうちょっとね嬉しい、自分のちょっと硬直化した考えがあったんで、はい、今日すごく緩やかにしてもらいました。ああ、よかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ぜひぜひまたどこかでね、またあと一緒にお仕事させてください。事務所通して連絡させていただいてもよろしいですか？あ、もちろんもちろん。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。なんでこの人はすぐ年齢で見ちゃうのも年寄りの証拠なんだけど、こんな20代、19歳からね、30そこそこでこんなになりやがって、それでいて謙虚さと正直さと、わざと嫌味な発言したり、あとはやっぱり言葉ですよ、名語録。面白いこと言える人だな、本当に俺よりよっぽど大人なところがあるんで、こういうところは正直に聞いてみたいと思うし、俺が何か伝えられることがあったらね、完璧に見えるローランドさんにも伝えたいと思うんで、今後交流できたらなと思ってます。はい、お世話になりました。ありがとう。